もある意味リスクはあるわけだ。リスクねえとこ行ったらいいじゃん。ちゃんがまず狙われないっていうのが絶対条件。楽しくないキラーと戦わない、これが楽しむゲーム、自分が楽しむゲームだ。板ぶつけ、また女性が惚れる。
それはもう耐えてくれる。だから、こっちはチームのために。レオンはキャンパーと同じだと思って、キャンパーじゃないかもしんないけど、耐えてもらおう。なんでエースは手を離す？レオンのまだ時間はある。狙われたらいいだろうよ。ヒロちゃんのスキル4代目が全て勝負決めてんだぞ。君たちは発電機のことを舐めてんだよ。エースヒロちゃんがいるからこのゲーム成り立ってんだよ。デッドバイのエース、チームは勝つ。ヒロちゃん、よし、ついに来た。ノーワンがあるレースだから警戒、基本に忠実。ヒロちゃんがいればチームは勝つ。これこそがヒロちゃん、板をぶつけるスーパーファインプレー。そして勝負の4代目、こんなプレイヤーがいればみんなが助かる。そしてハッチを開ける、基本に忠実、誰もがいてほしいプレイヤー、それがヒロちゃん。全員が願ってる理想のプレイヤー、それがヒロちゃん。ヒロちゃんのデッドバイには光があり、心あふれる発電機が回り、でヒロちゃんは油断しないプレイヤー、絶対に油断しない、それがヒロちゃん。ヒロちゃんがいけばチームは。変なことがあったんだよ、確かに音が鳴ってねえんだよ。うん、多分これで見てたんだ。ヒロちゃんの真骨頂。